シーパル・オナガワ線株式会社は、宮城県オ鹿郡軍・オナ町の海運会社。オナガ町55%、デジマ地区22.5%、エジマ地区22.5%の出資で設立された第3セクターである。オナガ港とオナ町に属する離島である、デジマ、エジマを所有する一席の高速化客船で結んでいる。従来、デジマ航路は、 丸中金火山汽船が江島航路は江島汽船が運航していたが2004年に経営悪化により江島航路から丸中金火山汽船が撤退した。江島、江島航路の一体運航による合理化で航路存続を図るため両航路運航のための新会社として2005年4月8日に設立された。江島汽船は船舶保有会社として存続した後、新造船 島なぎの就航後に生産された。2011年3月11日に発生した東日本大震災では津波により本社の入居していた女川旅客ターミナルが流出、社員4名が行方不明となり、唯一の所有船舶である島なぎは被災を逃れたものの運航休止となった。島なぎには船員4名が乗船しており、 港が入港可能となるまで3日間、沖で待機した後に帰港した。2011年7月25日、暫定ダイヤで運航を再開、使用船舶は、島なぎが船舶を多数失った大島汽船に貸し出し中のため、使用プランニングのベガとなった。女川湾を航行する、島なぎ。女川港の定期船乗り場に着岸した、島なぎ。 ありがとうございます。